トリックアトリート！お菓子をくれなきゃいたずらするぞ！うわっ！まだハロウィン当日じゃありませんよ。ふざけてないでパーティーの準備を手伝ってください。いってて、頭にすげえ衝撃が。クラウ、今何で叩いた？ってなんだその分厚い本は。これですか？ハロウィン用お菓子のレシピ集です。イベントにはそれにふさわしい料理が必要ですからね。目玉ゼリーに血みどろソースのケーキ。なんだか物騒な料理名が聞こえたが、それ作るつもりか？そのつもりですけど、何か。いや、ちょっと度が過ぎているというか、なんというか。イルテミア、大丈夫なわけないでしょ。私はお城の研究に来た研究者。こんな重いカボチャを運ぶのは専門外なんだから。悪いイルテミア、あとは俺が運ぶよ。別に嫌って意味じゃ。私のバカ。ここは私がお運びします。エドワード、いいのか？当然です。私はあなたの執事なのですから。それよりも、パーティーの目玉はお考えになりましたか？あ、実はまだ。パーティーの目玉？はい。パーティーが盛り上がるように何かしたいとおっしゃっていましたが、まだ思いついていなかったのですね。このままでは当日に間に合いませんよ。それなら、お菓子の家でも作ったらどうですか？お菓子の家？ハロウィンといえば、お菓子でしょう。それを配るだけでなく、お菓子の家を作って飾るのです。へえ、面白そうじゃん。どうせ作るなら、すげえやつ作ろうぜ。確かに楽しそうだな。よし、みんなでお菓子の家を作ろう。材料、これだけあれば足りるよね。ん？今あっちの方で音がした？気のせいかな。今、絶対何か音がした。じー、そこに誰か。シルキー、こっちですよ。お手伝いありがとうございます。あ、今行く。やっぱり気のせいかな。かぼちゃビスケットが焼き上がりました。お、うまそうじゃねえか。どれ、味見で一口。ダメだ、これはお菓子の家に使うのだからな。
一口くらいいいじゃねえか。たくさん作ってるんだし。だからダメだって。ああもう龍花、お前もビスケットを取るな。ってお前いつの間にこんなに腕が太く。魔獣？魔獣もビスケットを食うのか。感心している場合か。奴ら、他のお菓子も食べる気だぞ。そんなことはさせない。撃退するぞ。